はい、皆さんこんにちは、キンキです。今回はね、これオペレーションキメーラなんですけど、昨日情報が解禁されて、昨日ってこれ撮影してるのが、18日なんで昨日なんですけど、かなりのぶっ壊れ性能ということで、ね、ちょっと紹介していきたいと思います。で、これどういうことかっていうとですね、まずちょっと事前情報からおさらいしましょう。事前情報がですね、はい、このオペレーションキメーラのライオン、こいつなんですよ、今回問題になってるのが。これその能力がフライングドローンっていうもので、壁越しにいる敵をスキャンできるらしいと。まあ強いじゃないですか、すでに。で、なんかそこからこう見るに、フライングドローンってなんかこうドローン的なものを動かしてピピピピってスキャンした敵が見えてるのかなと思ったんですよ。で、それを仲間に報告できるみたいな、ドローンの上空感かなと、みたいな、そっかと思ってたんですよ。で、なんかあと書いてあったのが自己回復能力がありますよみたいな、まあ確かに今それぐらいは、まあ、敵を新スキャンできるから強いねみたいな、回復もあるし、まあ新オペっぽい強さだなみたいな風に思っていたんですよ。でね、なんか映像これ見ました？この映像もこういうやつなんですけど、これ映ってるのが、これがフィンカーとライオンですね。あ、ちょっと読み方間違ってたらすいません。で、右側がこれライオンになるんですけど、はいはいみたいな、多分合ってるね、画像一緒だもんね。キメラ用のスキンが通った、そうなんですよ、オペーションキメラみたいなってなってるんですよ。で、フィンカーと、これフィンカーで合ってるよね、まあ、ライオンっていうのが出てきてっていう感じだったんですよ。ね、能力全然わかんないねみたいな感じだったんですけど、この間のインビテーショナルあったんですよ、1回だけあったんですけど、その時に映像がちょっとまあ普通に公開されてて、でその時の映像をなんかね、ちょっと転載されてたやつがあったんで、なんかね、能力ピーッとしたら3、2、1、ドローンとかじゃないですよ、3、2、1、ポン、はい、出ました。やばくないこれやばくないこれ、3、2、1、ポンで敵の場所が全部わかるっていう、この奇跡の仕様。3、2、1、ポン、はい、見える、わかる、これ、ここに敵がいます、ここにもいます、ここにもいます、で、ここでここにも敵いるっつって、動いている敵をなんとドローンを使わずにメガネで確認できるという。で、この空挺ドローンっていうのは、その多分空中にあるなんかよくわかんないドローンが先に設置されてるんだなんかね、上に撃つんだよね、これ多分、おそらくこれはなんか多分上に向かって能力発揮してたから、これこの時は違うんだよな、どこでやってんだろうこれ、どうやってんだろうね。なんかね、他の映像とかもなんかちょくちょくあって、それだと上を向いて能力発揮してるから、もしかしたら上にドローンを発射して、で能力を使えてるのかもしれないんだけど、もう関係ない、マジ関係ないしかもこれオーバーヒール、これなんかオーバーヒールじゃないのか、いやオーバーヒールだよな、自己回復能力まであるんですよこれ確か、映像でちょっと見せたら、ちょっとね、しっかりは見てないですけどね、あこれ半端ないよね。ちょっとね、また新しい情報に関してはちゃんと改めて動画を出させていただくんですが、一旦ざっくり、まあ、こんなオペレーター出ますよっていうのと、あとそもそも俺思ったんですよ、これおかしくねと思って、さすがにレインボーシックス史上ここまで壊れたオペレーターって多分今までいなかったんですよね絶対、ブラックビアードぐらいかな、ブラックビアードぐらいだったんですよ。で、なんかそのブラックビアードぐらいだったんですけど、その時も話題になってたのが、まあ要するに強すぎるオペレーターを出して話題性を出そうみたいな話で強すぎるオペレーター出てたんですけど、ただこれちょっと度合いが違いすぎて、これ多分ただのもうウォールハックじゃないですか、どういう意図があって出してるんだろうなみたいな風にちょっと思ってまして、おかしくないですか、普通に考えておかしくないですか、絶対ありえないじゃないですかこんなの、出さないじゃないですか普通に考えたら。だからなんかね、3個ぐらい可能性が考えてて、1つ目の可能性がインビテーショナル終わって、テストサーバー終わって、そこをナーフされてめっちゃ弱くなって、なんか普通に調整されるっていう、だから要はただの話題作りの話題作りパンダみたいな、だからそれでとりあえず人をいっぱい呼んで、またさらに CG バーンって盛り上げて、でわーっつって、なんだなんだこれはっつって、速攻ナーフさせて、結局ゲームバランス戻して、なんか既存のユーザーも守りつつ、新規のこのライオン強すぎるぜでこう入ってきたユーザーをこう囲い込んでちょっと増やすっていう、そういうまあ詐欺ギリギリの商法なのか、2つ目が
もうなんか CG を終わらせようとしているのか。いやそんなわけないと思うんですけど、そのレベルなんですよ。 CG を終わらせてもしかしてこれ2に行きたいんじゃないかなみたいなね、もう都市伝説レベルですよねって思っちゃった、ね、そんなんかね、僕らがいやこれバカだろみたいな、こんなん出したら面白くねえじゃんって思ってることって、当然向こうの技巧はゲーム作るプロですから分かってるわけですよ。僕にね、例えばゲームについてね、指南する人いないじゃないですか、僕に CG で。あの、ケンキさん、今のはどうどうした方がいいっすよって。いや、そんな大体ケンキさん分かってるからってなるから、ケンキさんにいちいち言わないわけじゃないですか。これ、ゲーム作ってる人も一緒なんですよ。ゲーム作ってる人だって、絶対分かってるはずなんですよ、こんなことは。こんなん出したら、やべえっつって。にもかかわらず出すっていうのは、なんかこれもう、CG をクソゲー化して、CG2 出ましたみたいな、布石なのかなとか、考えちゃうレベルのオペレーターですよね。もう都市伝説2です、これは。で、3つ目が、映像上、これやばい画像じゃないですか。もう、やばいシーンだったじゃないですか。実は、これ、あの、めちゃめちゃ強いシーンが、こう、なってるだけで、けど一応まあ、インビテーション1試合通してやってて、まあ、ライオン超強かったんですけど、実は、めんどくさい、なんていうんですかね、縛りみたいなのが結構あって、それを乗り越えた上での能力発揮だったから使えたっていうことで、実はそんな強くない説。この3つ。だと思うんですよね。まあ映像を見る限り3個目はないと思うんですけど、実はそんな強くない線はないと思うんですよ。強すぎるから話題作りパンダ、まあ客引きパンダ説。か、もしくは、もう、なんか、このゲームを終わらせて新しく2を売ろうとしているのかな、みたいな。なんかどんどん超次元サッカーにしていって、もうユーザーついてこれなくして、ユーザーがもう無理だついてこれない CG なんだこれって言った時に、あの CG の原点に戻りましたみたいな、 CG2 みたいな出すのかなみたいな、 CG を原点に戻してバグとかをフィックスして、で画質も良くして新しく出したぜみたいな、でみんなこっちで次 e スポーツやろうぜみたいなことなのかなみたいなね、風にまで勘ぐってしまう。そのレベルでやばい。そのレベルでこのオペレーションキメラやばい、うん、って思いました。いやーマジですごいね、うん、いやほんとすごい、びっくりしたもんね俺で。そしてね、あとまあその CG 新開追加図でこのあれも出てくるじゃないですか、 AI 戦もね含めて。だからね、バグがね多分大量に多発するんだろうなとも思ってます、このシーズンキメラ。なんか昔覚えてますかね、オペレーションヘルスっていうね謎のシーズンがあったんですけど、オペレーションヘルス、まあ、もう闇の期間ですよね。あれ何がオペレーションヘルスって何がヘルスなのかっていうと、あのゲーム内のバグを直しましょうみたいな、バグ多すぎてもう追加オペとかやってる場合じゃねえから、バグを先に直しましょうみたいな、みんなごめんみたいな、そういう時があったんですよ。でそれの時に、しかもオペレーションヘルスやったんですけど、オペレーションヘルスの後にバグ起きまくってね、確かにでかいバグが消えたんですけど、またさらに新しいバグが大量に増えて、何がオペレーションヘルスだねっていうね、まあ闇の時代があったんですよ。うん。で、まあそれが、ちょっと新要素がでかすぎるのと、まあこのゲーム強すぎて、もうチートかどうとか判断できないとか、まあいろいろ込み込みで、まあいろいろ起きるんじゃないかなっていうの、ちょっとね、このオペレーションキメラ何かしら起こしてくれるんじゃないかなと思ってます。はい。まあ悪い意味でね。ということでね、皆さん、オペレーションキメラ、要注意です。まあまあ、ね、別にそんなガンガンネガティブに考えなくてもいいと思う。前提として、うわ、これでもうレインボーシックス、それでも面白くねえわっていうことではないと思う。ゲームクリエイターもそんなバカじゃないから。で、ゲームクリエイターは俺たちよりよっぽどゲームのこと知ってるから、ちゃんと。レインボーシックスシージというゲームを世に送り出してきてるわけだからね。だから、やっぱ僕たちのゲームバランスについてとか、どういうゲームが面白いのかとか、それをいっぱい知ってるからこそ、作れるんだと思うんだよね。だからそこそんなバカじゃないよ、大丈夫だ。こんなゲーム出したらクソゲーじゃねえかみたいな、俺らが思い描くようなものそのまま提供してきたら俺は引いたっていう動画を出す、もう一回。けどそんなバカじゃないから、多分ね、うん。からね、みんなとりあえずオペレーションキメラ、まあ TTS サーバー僕出たらすぐ生放送もしますし、で動画も上げるんで、ぜひまた見てみてください。とりあえずね、一旦今回はオペレーションキメラ、まあね、コメント欄でもね、おい、ちゃんとした情報出せよとかいうキッズが現れると思うんで、あえて言っときますけど、これは一旦ちゃんと、前提としてね、軽く、前座みたいな動画なんで、はい、タイトルも前座っていう風にね、前座ですよっていうのが分かるように入れとくんでね、タイトルもね。皆さん、ぜひぜひ、
下の方でね、コメント欄の方でなんか適当に議論していただいたらなと思います。これがありなのかなしなのか、まあそうですね、これ個人的にはそのありなのかなしなのかっていうのをね議論していただけたらなと思います。それでは